おはようございます。おはようございます。1月18日、最後からお送りしております。はい、今日は、はい、ゲストに長谷部明さんをお迎えしております。はい、おはようございます。最後の最後ということ。そうですね。はい、最高の旅にしたいですね。はい、最高な気分で行きましょう。はいはい、天気もまあそこそこ、まあ、最高ですよね。はいはい、最高のどんより、どんよりっていう感じで、はい、中国らしさが伝わっていると思います。うん、はい。はい、それでは最高最高ということで、はい、行ってみます。さあ行こう。水めちゃくちゃ綺麗だ。綺麗だ、綺麗だ。清流だよ、完全な清流。それは君が見た光、僕が見た希望。清流、それは幸せの心。なんとか青い雲。長谷部さん購入です。長谷部さん、はい、今日ご飯どうするんですか。ご飯はね、そろそろ食べないとやばいね。ね、うん、ちょっとお腹空いて空いて結構だってもう12時ですよ、うん、これはでもご飯大事よ、俺たちの旅はね、うん、インドもだってね。そうそうそう、うん、じゃあ探しに行きますか。行きましょう。おい、さあ行こう。対岸に来ました。さっきあっちですもんね。そうですね、うん、さっきからこう半分ぐらい歩いてきたかな。そうだね、うん、もうちょっと、まだ飯は見つからないね。そうですね、お腹ペコペコ。良さげな、おしゃれな。来ましたね。来ましたよ。これがあの半盛の、お、美味しそうじゃないですか。結構いい感じの、うん、これラーメンは結構好きな方なんで、まあ、見た感じ、見てすぐうまいって分かります。うまし。いただきますね、これ。これ名物ですから。うん、これは濃いね、スープが。そしてこの高菜がね、すごく独特の味を出してますね。あ、この大根ね、うん、大根じゃないな、うまい。あったまるし。ああ、もう天下一品じゃないから何も書いてないよ。
長谷部さん、小籠包来ましたよ。繁盛小籠包、これを食わないと始まらないでしょう。よし、行こう。あ、違うわ。さあ、行こう。間違えちゃった。1個目ちょっとテイスティングお願いします。はい、これは、ね、はい、暑さが命だから。いきますよ。おい、最高。そろそろこの辺でお茶飲まないと着いちゃうよ。もう、え、何ゴールしちゃう？うん、もうゴールに着いちゃう。あの最古名物ロンジン茶、ロンジン茶をまだ飲めてないのね。うるさい。うるさい。ロンジン茶をじゃあ探して。うん。あ、うるさい。ちょっとじゃあゴールしないようにする？うん、頭が痛いよ。でもなんだかんだ言って、あ、サイコ、それサイコ、あ、なるほどね。なんだかんだ言って僕らもう20キロぐらい歩いてるんですよね。そうですね、うん、そろそろゴールかな、うんうん、なのでまあちょっとゆっくりしたいと思います、はいはい、まだ午後も早めなんで。そうですね、はい、さあ行こう。さあ行こう。あれ怖くない？どれどれ、何あれ、ババーン、何あれ。長谷部さん、なんか最後もそろそろ終わり、これ3分の1ぐらい。いや、まだけど景色はこういう景色だからね。全部何何ルックルック。何あれ、牛、金の牛、金牛、埋まってるよね。埋まってる、溺れてる。家が動いてる、浮かんでる。なんて最高なんだ、なんて最高な景色なんだ。いやー、長谷部さん、やっと見つけたね、この一杯のために。ねえ、私はコーヒーですけど。はい、じゃあ乾杯、うん、まだ到達してないけど。ああ、おお、うまいわ。さすが一杯1400円の価値はある。高いよね、うん、まあ今日今後どうするかって感じですね。まあドンポロね。今3時半、うん、なので有名なドンボーローを探しに。もうお肉です。角煮を。角煮です。ご飯と一緒に食べればもう文句なしですね。文句なしですね。今日のはお茶も飲んだし確定ですね。ただあの一周してみて分かったのが、うん、ウインナーばっかり売ってるっていう。ずっとあの匂い。ずっとずっとウインナー売ってるもんね。これはあの皆さん、あの中国に来てこの独特なウインナーの味をぜひ味わってみてください。まあスパムの味だね。ああ、そうだね、そうだね。歯ごたえはでもスパムよりも硬いよね。甘い、そうそう、甘いスパム。ブリンブリンだよね。ブリンブリン、ブリンブリン。これさ、結構量あるね。コスターカフェぐらいあるね。割とコスパがいい。何にもかん、あの、なんていうんですか、ね、無名のティー&レストランみたい。チャーキオスク、チャーキオスク、チャノキオスク、チャノキオスクだね、うん、
結構中にはあの西洋人の方もいて、うん、いい感じです。いい感じでお話しされてます。お茶もうまいし、ねまあ、お値段も良心的。これ高いけどね、うん、でもこれまあでも何杯も飲めるし、これ入れることにより。2時間入れんじゃない、これ。これあれば入れるね。で、外でナッツ買ってきて食べる。そうそう、ソーセージとか。ソーセージソーセージとお茶はねえだろうな。いや、うまい。綺麗ですね、うん、素敵。まあそんな感じで、もうほとんど最高は、最高な最高は、うん、最高なものも見つかって、最高な形でそろそろ終わりを迎えます。そうですね、はい、なのでこれからは角煮を探しに行く感じになります、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、まあそんな感じで皆さんまた良いお正月をお迎えください。旧正月ですけど。いや、そろそろゴールですよ、はい、そこ。あ、ここなの、はい、ここだそうです。この、この、この線4、3メートル、はい、2メートル、1メートル、ゴール最高。34,482歩、 26.25キロです。長谷部さん、長谷部さん、はい、何、俺らなんか船乗っちゃったよ。船ですね。中国の一元なんですけど、はい、これの裏にあるここ、はい、これに行きます。お、これって最古なんだ。そう、これ最古。これ何、これあの3つの灯籠に3つずつ穴が開いて、9個の光がそこから漏れるんだけど、ちょっともう一回その灯籠を見せてもらっていいですか。はいはい、3つ、9つの惑星を意味してて、今から2000年前、中国の話で、あの空には9つの太陽があったと。それを英雄が弓矢で眩しすぎるから8個落として1個の太陽にしたっていう話があるんですよね。でもすごいのが、2000年前望遠鏡ないのに、なんで水金地下木土天冥界9個あるって分かったか。これがね、どう考えても宇宙人がいるとしか思えないんですよ。それを僕今ちょっと検証しに行かないと。大検証、検証しないと。宇宙の謎解き、いやもう宇宙人説、人類宇宙人起源説をちょっと検証しに行かないと。ちょっとワクワクしてきましたよ。 そうですね、それが最高の最古かもね。そうですね、もし宇宙人が作ったっていうことになったら、この歴史自体が最古ですよ。お、じゃあこれが最古の最古、行ってみましょうか。じゃあ探しに、さあ行こう。ドラゴン、ドラゴン、そろそろ到着です。そうですね、帰着。眠くなりましたね。ちょっと寒かったしね。かなり体が凍えました。うん、湖上に1時間ぐらいいましたね。1時間ぐらい、うん、ああ、紹興酒飲みたい。ドンポーロで一杯、いいですね、うん、ご飯も一杯、一杯でいいんだ、うん、ドンポーロ、酒も一杯。はい、じゃあ帰着が、もう岸が近づいてきましたので、はい、うん、はい、最古の最後です。もうこれが最後の最古です。最古です。谢谢、东西不要落下哦。好的。ここからタクシーしましょう。もう寒い、うん、マジで寒いし、足ももうガタガタだし、もう歩けません。可以加热吗？可以。啊，这个叫加热。要不要加热？
不要。然后要两碗米饭，米饭先要拿过来。现在就要吗？现在要。好的，那我先下班了。阿瀬さん、この黄金の液体は何ですか？これは紹興酒8年もの。リュチュンです。ブランドもの？多分。あのこのターパイっていう有名な会社で作ってる。なるほど。あったまります。了解です。厚めの厚感にしてます。船で寒かったからね。そう。ね。あれ咳込んじゃって。じゃあ早めに行きましょうか。じゃあ。あの乾燥。手震えてる。ちょっともう寒くて。あそう。乾燥。おめでとうございます。甘い、うん、甘酒みたい、体が温まる。でもいいね、うん、いいね、これはいい。じゃあ引き続きあれを待ちましょう。あれを待ちましょう。来たやつが。これです。問題のドンポロです。うわーすごい。じゃあいただきます。これはサイコー。これ1個で足りる？いやもう1個ずついった方がいいんじゃないこれ。で、あのご飯待ちした方がいいよね、うん、じゃあもう1個ずついきましょう。2個目、1個食べました。もうね、このタレがうなぎです。うなぎのタレ激うま。食べ物を食べ物で例えるパターン。いきます。いただきます。肉の王様や。うまい。